要所タイルは中華民国の政治家、中国同盟会以来の革命始めし、民国期を通して孫文を支持し、中国国民党にも加入した。名は選奪だが、一般に豪の所タイルで知られる。字は品、明、宗しろ。番号は等、ひと商人の家庭に生まれる。1九百年、重慶で権利を受け、主席の秀才となる。 しかし、新朝の腐敗に嫌気がさし、進学の習得へと進路を転換した。重慶で英語を学ぶ傍ら、同郷のス弘氏と信仰を結ぶ。翌年には、スと共に、重慶を訪問していた、成田安記、井戸川達蔵から、日本語を学んだ。1902年春、重慶府中学堂が創設されると共に、英語教員として招聘されている。以後、 公共会などの秘密組織を結成し、革命や富国共兵の思想の宣伝に取り組んだ。1905年8月、中国同盟会が設立される。要所タイルもまた重慶へ派遣されてきた会員の仲介により、これに加入した。間もなく、同盟会重慶支部が設立され、要は、重慶分部の責任者となった。以後、 市政方面での革命派指導者の一人として、革命思想の宣伝や、武装放棄などに従事している。1911年10月に、武将危機義が勃発し、侵害革命が開始される。要所耐る、超土川尺も、また革命派として、武装放棄した。要らは11月22日に、重慶府を攻略して、革命派の職軍政府を成立させている。 要は、朝を、植軍政府と特に推薦し、自身は、顧問となった。中華民国成立後、植軍政府は、生徒に成立していた、インマサコーラの四川軍政府と合流することになる。要所タイルは、四川軍政府の外交部長に任じられた。1913年、二次革命が勃発し、四川でも熊国部が援軍総司令として、決起すると、は、 熊から、四川民政部長に任命された。しかし、熊らは敗北し、要は日本へ亡命した。この時、要は高校が組織した、王子研究会にまず加わる。翌年に、孫文が、中華革命党を組織すると、これに転じて政治部副部長に任命された。1915年、要所タイルは、上海に向かい、陳そのチュラの放棄に加わったが、 敗北に終わる。その後は、南洋で、革命派のための資金収集に尽力した。1918年3月、熊国部が、四川特軍となると、四川将棋会の推薦を受けて、四川省庁に選出された。要所タイルは10月にようやく四川に戻り、政務に就いた。しかし、政学系を支持する熊国部と孫文を支持する要との間では、 対立が耐えなかった。1920年4月、孫文派の川軍指揮官、両長が反熊戦争を起こすと、両もこれを指示した。しかし、同年9月、熊の反撃に敗れ、両は、両と共に下アした。四川から逃れた、洋書タイルは、甲州の孫文の下に戻る。1921年6月、中国国民党本部財政部長に任命された。 1923年2月、兵変を起こした、陳敬明を、孫文らが撃破した後、要は大元水府秘書長に任命される。同年冬には、東林寺中央執行委員に選出された。翌年1月の、第1回全国代表大会において、四川省代表権中央観察委員に選出された。同年3月、関東省省長に任命され、 同省の改革に乗り出した。しかし、省解析、大気等との清掃に敗れ、わずか3ヶ月で辞職に追い込まれた。同年11月、臨時失政団、気髄の下で、孫文派の一員として、農省総長に任命されたが、実際には就任しなかった。孫文死後の1925年8月、司法総長に任じられた。 しかし、列強外交団体諸秘を拒出されないなど、内閣で礼遇されたこともあって、同年12月に辞任した。その後は、南京に戻り、国民政府委員や、国民党中央監察委員などを務める。しかし、1933年、紹介席への不信、不満などもあって、政界を引退し、上海に隠居した。日中戦争勃発後も、要所タイルは、 上海に留まったが、王朝名からの新日政府参加要請は拒絶した。後に、友人の手助けもあって、重慶へ脱出している。しかし、そこでも、蒋介石への協力は望まず、引き続き隠居を続けた。1942年8月6日、重慶にて病没。去年62、ありがとうございます。